1968年の日本グランプリは、1968年5月3日に、富士スピードウェイにて、決勝レースが行われた。大会名称は、今回より、開催数から、年度表記となり、68日本グランプリとなった。過去に大会は、プロトタイプスポーツカーを、参加上限として行われたが、前回は、決勝出場が9台のみとなり、 出場台数不足が懸念されていた。日本自動車連盟は、今回より、参加枠を広げ、に座席レーシングカーもエントリーを認めることになった。スポーツカーは、排気量クラス別の燃料最大容量ほか、最低地上高、最小回転半径、ウィンドシールドの最小寸度ど、高走行用の投下類や、スペアタイヤの装備、 ラゲッジトランクの設置などが定められているのに対し、2座席レーシングカーは、並列に座席で、スポーツカーと同様に、ホイールの上面が、フェンダーで覆われてさえいれば、エンジンを含めほぼ自由であるのが特徴だった。カナディアン・アメリカン・チャレンジ・カップの車両として、日本でも関心が高まっており、専用に開発された車種を購入することが可能だった。 富士スピードウェイのハイスピードコースでは、車体の軽量化やエンジンの出力向上が勝敗を左右する要素となる。二座席レンシングカーの解禁は、国内ワークスチームの選択にも影響を与え、軽量なオープンボディに3リットル以上の大排気量エンジンを搭載するビッグマシンが日本 GP の新たな主役となった。事前の予想では、国内に大ワークスのトヨタ、 日産に加え、新興プライベーターチームの滝レーシングも優勝候補に挙げられた。マスコミは3社の頭文字にちなんで、TNT 対決と銘打ち、本番に向けて対決ムードを煽った。軽排気量の GP-I クラスでは、ダイハツワークスの P-5 が4大エントリー。他、デル RSB や、ホンダ S800 を改造したマクランサといった。 国産マシンで参加するプライベーターも現れた。午前のセッションでは、北の元の R381 が1分52秒台のトップタイプを記録。午後のセッションでは、高橋国光の R381 が1分50秒台に突入し、日産勢が予選1.2位を獲得した。長谷美雅さ坂井忠だ 田中健次郎のローラ T70 が3から5番手につけ、日産と滝のビッグマシンが、グリッド上位に並ぶ形となった。テストで1分54秒台を出していた、トヨタ7勢はタイムが伸びず、最高は、福沢幸男の6位。黒沢元春は2リットルマシンの R380 で7位に、食い込んだ。前年のポールシッター池沢ルは、滝のポルシェ910に乗り、 11位からスタートする。高橋のボールポジションタイム1分50秒88は、前年の行沢の記録を9秒近く短縮した。以下13位までが2分を切り、競争レベルの上昇を印象付けた。予選通過基準タイムを、クリアしたのは25台で、残り5台が、予選落ちした。日産 R381 ローラ T70 マーク、3この年は、 決勝レースの周回数が60周から80周に延長された。空は厚い雲に覆われ、ウェットレースの可能性も残る中、開始時刻の午後2時を迎えた。スタートでは、北野下高橋国光の日産 R381 と、 田中健二郎のローラ T70 マーク3が飛び出し、幾沢のポルシェ910の後に、藤田博士、大坪義雄のトヨタ7が続いた。戦闘集団のビッグマシーン3台は後続を引き離し、互いに順位を入れ替えて迫力あるトップ争いを演じた。ベテラン田中は前年まで、日産追浜ワークスに所属しており、古巣の後輩2人相手に、古軍奮闘したが、 27周目の最終コーナーで、サスペンションを壊してリタイアした。チームメイトの酒井は17周目、ハセミは22周目にリタイアしており、多岐のローラ勢は序盤にして、姿を消した。日産ジュニエーにもトラブルは降りかかった。高橋は、ホイールナットの緩みでハブを損傷し、31周目に、リタイア。イサゴヨシカズの R381 も、 予選からオーバーヒート症状を抱えてペースが上がらなかった。2位以下を周回遅れにして独走する北野にも身長を期してペースダウンの指示が出された。上位の脱落により39周目には福沢幸雄のトヨタ7、黒沢元春の日産 R380、細谷四方洋のトヨタ7が2位から4位に浮上した。しかし、 細谷は44周目、福沢は58周目にリタイア。豊田勢は、不死た。大坪もトラブルで後方に沈み、日本 GP 復帰初戦は、惨敗に終わった。黒沢も、生沢とのバトルでスピンし、クラッチの問題を抱えて、ペースを落とした。生沢は、単独スピンから2位に再浮上すると、ペースを上げ、レース終盤には来たのを抜いて、 周回遅れから同一周回に戻った。この際、場内放送のアナウンサーがトップ争いと勘違いし、行沢が逆転。と、実況したため観客席は、騒然となった。日産のピットは、念のため来たのにペースアップを指示し、行沢を再度周回遅れにした。最後には、小雨が降り始めたが、 北野は21周目から一度もトップを譲ることなく80周を走り切り、日本 GP 初優勝を達成した。2位、育沢に続いて、黒沢、横山通る、大石秀夫の R380 税3台砂子の R381 が3から6位に入賞した。決勝出走25中、完走扱いは16台グループ7導入初年度は、 ビッグマシンのトラブルが多く、実績のある2リッター以下のマシンが検討した。注目の TNT 対決は日産がトヨタとダキを制したが、実際のところは、白氷の勝利であった。3月の練習走行中、北野の R381 がスピンして、ピットレーンに飛び込み、ガードレールに激突して炎上。北野はすぐに脱出したが軽いやけどを負った。 その後も悪天候やエンジン故障により準備が遅れ、本番用の R381 をサーキットに持ち込んだのは予選当日の午前3時だった。また、レース終了後に工場で検査すると、北野のマシンのクランクシャフトにひびが入っており、あと数週レースが長ければ結果はわからなかったという。また、 黒沢元春の R380 はレース中のスピンでクラッチを踏んだ際、プッシュロッドを折ってクラッチが切れないトラブルに見舞われた。しかし黒沢は一足にギアを入れたままセルモーターで発進。以降クラッチが働かない状態で回転合わせだけでシフトチェンジして行沢ポルシェを猛追、総合3位に輝いた。レース後黒沢はクラッチがまともだったら、 行く沢を抜けたと言い切った。またミッションは、ノークラッチで酷使されたとは思えないほど無傷だったという。カツラギ、激闘60年代の日本グランプリ、P128。ありがとうございます。